ちょっとね、最初に。あ、はい。大久保三条木戸で4人待ってたんですよ。で試験道って時代があって、でその後伊藤博文が渡されて、伊藤の奥さんが伊藤さんご主人伊藤博文を待って保健道って待って、で博士さんの方が保健道です、ね、こんな石が立ってる、うん、でその後今度は戦後になってこの試験道っていうのは